1項目目は、兵庫県立図書館の移転に関する要望及び旧一律図書館設置許可に係る県の対応についてであります。1点目は、兵庫県立図書館の移転に関するこの間の協議内容と市の認識を問うものです。本件については、本年4月開催の市町懇話会で、市長から直接当時の兵庫県知事に対し、具体的な提案が行われ、以後、担当者レベルでも協議が複数回行われたと聞き及んでいます。また、7月の知事選挙を前に、市長が各立候補予定者に送付した公開質問状で、本庄について問う項目があり、これに現知事、斉藤元彦氏は、明石市と協議すると回答していましたが、その後、本件にかかる協議はどのように進められているか、市の認識を問います。2点目は、東播磨県民局長発出、令和3年10月20日付文書について、市の認識を問うものです。当該文書の表題は、旧明石一律図書館の設置許可についてであります。よってその主題は、許可期限をもって当該土地の返還を求めるものでありますが、別点で、県立図書館についてと題する文書が参考として交付されています。これにあっては、この間の県立図書館をめぐる経緯とともに結論として、県としては県立図書館の移転は考えていないことが示されています。この間の市長の発言、特に10月17日日曜日開催の第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会プレイベントにおける市長の挨拶からすると、本件についてはいまだ結論に至らず、協議はこれからであるものと推察いたします。また、過日の本会議においても、協議はこれからという趣旨の答弁がありました。それなのになぜこのような文書が届くのでしょうか。協議もせず一方的に結論を通告することは、公開質問状における約束を反故にするものであって、斉藤知事は明石市民を騙したもの、配信者とのそしりは免れないものと考えます。また、本件文書の主題、すなわち旧明石一律図書館の設置許可についてと題する文書については、なぜ今このタイミングで送られてきたのでしょうか。文書を拝見いたしましたが、その文面からは特段重要性や緊急性は感じられませんでした。そこで本件にかかる市長の受け止め、認識を問います。3点目は、旧一律図書館についてお聞きします。先述の文書によると、その施設の設置許可期限である令和5年3月末日までに、原状回復の上、これを返還するよう求め、市は平成29年1月26日付文書により、期限をもってこれを返還する旨申し出ているとされています。本件にかかる認識と今後の対応を問います。私の方からは、知事元議員ご質問の1項目目、県立図書館の移転などに関するテーマの1点目ですね、経過などについて、私の方からご答弁も申し上げたいと思います。議員からもご紹介いただきましたが、すでに私もご答弁申し上げてますように、この間の経緯としては分かりやすく言えば、この数年前から、県と市一体となっての、このエリア、いわゆる市役所周辺エリアの整備、再整備をどうするかと議論が続いておりました。そういった中で、井戸知事の方からですね、せっかくなんだから、もう一体であろうよと強い働きかけも正直いただきまして、私の方から分かりましたという形で提案をするという形を取りました。で、実際上は3月の28日の日曜日に、知事に、この手元のこの1枚の紙を井戸知事にお渡しをして、私の方から知事に内容等をご説明申し上げた経緯であります。でまあ、ちょっと見えにくいと思いますので、まあ、簡単に言いますと、市役所の周辺に、芸術文化センター、図書館、水族館、カフェ、そしてクルーズ船乗り場、
そして噴水広場をはじめとする広場というようなペーパーを、お渡しをし、こういった形でいかがですかとお伝えしました。知事からは、実はこのエリアにもっと知事は広くというお考えでして、長崎小学校も含めないのかと、もっと長崎小学校も一体開発のエリアにしたらどうかというお考えでありましたが、私の方からは、ちょっと小学校の敷地まではちょっとさすがにあれですって形で、そこの敷地は入れない形の提案をした経緯がございます。その後、このテーマにつきまして、4月の市町講和会で、いわゆる知事に直接、その場におきまして、このテーマについて改めてお尋ねするとともに、知事退任までの間に方向づけをお願いしたいという旨の質問をいたしましたが、知事の方からは、もう退任も迫っておりましたので、知事退任までに一定の方向づけは困難というようなふうに私は受け止めた次第でございます。そういった経緯もありましたので、6月3日付で、当時、県知事選に立候補する予定の4名の方に、同じくこのペーパーを添えてですね、公開質問状を送らせていただきました。そのうちの項目は、こういう内容でして、県立図書館の移転を含む文化複合施設等の整備などを、県知事、この県知事は井戸知事ですが、県知事をはじめ、関係部署に提案しているところですと、この件についてのどのようなお考えかお聞かせくださいと、6月3日付で、公開質問状をお送りし、この内容を6月4日付の記者会見で、記者にはお伝えしました。で、回答が6月15日の火曜日に、現斉藤知事の方から、当時予定者でありますが、ありまして、明石市と協議するという回答をいただいた次第でございます。このことも6月18日付の記者会見にてお伝え申し上げました。で、こういった記者会見の場では、私自身はこのペーパーも含めて、いわゆる記者さんたちにお渡ししておりましたので、私としてはこれは、広く市民にお伝えしている情報だと認識をしておりましたが、実は後で確認したところ、先立ての人たちの答弁の中で、この資料を、議員の皆さんお持ちだというふうにお伝えしましたが、事実に反しておりまして、まだお渡しをしていない状況というふうな話でありましたので、率直なところ、撤回してお詫び申し上げ、この後速やかに、議員の皆様方にきっちりお渡しをし、ご説明申し上げたいと思います。私の勘違いでありますので、この点率直にお詫び申し上げ、しっかりと誠実に、ご説明申し上げたいと考えております。もっともこの内容はあくまでも叩き台の叩き台でありますので、もちろん あくまでも議論のスタートに過ぎませんし、こうでなきゃいけないわけでもないと考えております。いますので議員の皆様からも忌憚のない、本当にご意見を伺えればと考えておる立場でございます。で、知事との協議につきましては、まだ知事就任が8月1日でございますので、まあ4ヶ月程度の経過であり、まあ、知事も本当にさまざまなテーマに対応すべき状況だと思いますので、少しお待ちをしている状況ではありましたが、もうそろそろ明石市役所の問題もありますので、まあ、年明けにはですね、正式に申し入れをさせていただいて、知事との協議をさせていただきたいと思います。まあ、その際に、基本的には今お伝えしたようなペーパーをお渡ししておりますので、スタートはこのあたりになりますけど、さらに議員のご意見を賜りながら、もっとこういった施設がいいとかですね、こういった施設あえていらないとかいうようなご意見いただければ、それも含めてご相談していきたいと考えておる立場でございます。ご理解よろしくお願い申し上げます。議長、政策局長。横田政策局長。政策局長でございます。私からはご質問の1項目目、兵庫県立図書館の移転に関する要望及び旧一律図書館設置にかかる県の対応についての2点目と3点目につきまして、市長答弁と重複する部分もございますが、お答えさせていただきます。まずご質問の2点目の東播磨県民局発出の令和3年10月20日付文書についてでございますが、本文書につきましては、旧明石市立図書館の設置に許可について通知があったものでございますが、その文書に参考といたしまして、県立図書館については、市町の図書館の連携相互協力、調査相談、資料保存のセンター的な役割を果たしてきたこと、また、耐震補強工事を実施したことから、県立図書館の移転を考えていないことの記載があったものでございます。このように当該文書に参考として、県立図書館の移転は考えていないとの記載がございましたが、本日としましては、1点目で市長答弁ありましたように、
今後知事との協議をさせていただきたいと考えているところでございます。次に3点目の旧一律図書館については、これまでご答弁申し上げましたとおり、都市公園法の規定に基づく県の専用許可を受けて設置し、専用期間は2023年3月31日までとなっております。現状回復につきましては、そのために施設を解体する費用は約8億円と試算しており、単に解体するだけで多額の市民負担を伴うことになり、これは到底市民に納得いただけないと考えているところでございます。一方、県立図書館が移転した場合、両図書館跡地としての活用方法によっては、国からの財政支援や民間活力の導入により、解体費用について市民負担の軽減が図られると考えております。こうしたことにより、単に現状回復することは不適当と考えるところであり、都市公園法においても専用期間が満了した後は原則としては現状回復となっておりますが、不適当な場合はこの限りではないとされているところでございます。したがいまして、旧一律図書館については、単に現状回復し多額の市民負担をかけて終わらせるものではなく、市民県民の方に喜んでいただける、またコスト面も含めて理解と納得が得られるものとなるよう、市民県民の貴重な公共空間としてより望ましい有効な利活用に向けまして、県とよく相談しながら検討してまいりたいと考えております。以上、よろしくお願いいたします。